はい、こんにちは。パーソナルトレーナーの奥田です。今回はですね、前回に引き続きバランスボールの有酸素トレーニング、中級編を紹介していきたいと思います。今回もバランスボール一つでできるトレーニングになりますので、ぜひとも家にバランスボールがある方は、バランスボール出してきてチャレンジしてみてください。ではまずはバランスボールに乗るところからスタートしていきます。足幅は肩幅程度に開いて、まずはバランスボールの上でバランスを取る練習をしていきます。では膝の上で構いません。バランスボールの横に手を置いていただいても大丈夫です。目線は正面を向きながらお腹に力を入れましょう。今回も有酸素運動になりますので、しっかりと動き続ける意識で行っていきましょう。はい、では少し休憩を挟みます。この時間も可能な方は動き続けてみてください。上下に体をバウンドさせながら動き続けてもらっても大丈夫です。はい、では今度は手を横に広げて前に手を合わせていきます。胸のトレーニングをしながらバランスボールを行っていきます。リズムを取りながらしっかりと胸を開いて、胸の前で手を合わせてみてください。手を伸ばすのがきついという方は肘を90度に折り曲げてもらっても大丈夫です。しっかりと胸を開いて、体の前でしっかりと手を合わせていきます。はい、 OK です。では少し休みましょう。この時間もいける方はバウンドさせるイメージです。有酸素運動はできるだけ動き続けることが大事になってきます。はい、では次は手を上げていきます。バランスボールから体の横に上げていきます。これは肩のトレーニングを行っていきます。しっかりと肩の筋肉を意識しながら、手は体の真横まで上げてみてください。背中が丸まらないように背筋を伸ばした状態で手を横に上げていきます。さあ、だんだんと肩がだるくなってきます。しっかりと手が落ちてこないように上げ続けてみてください。はい、OK です。では少し休みましょう。さあ、このバランスボール中級編のレッスンは、初級編に比べてトレーニング要素が多く入ってきますので、初級に比べて汗をかくと思います。チャレンジできる方はどんどん動いていきましょう。途中でお水を飲んでいただいても大丈夫です。では次は上から下に手を引いていきます。この動きはプルダウンといって背中の筋肉を使っていきます。普段の生活ではなかなか手を上げる機会がないので、しっかりとこの機会に手を上げていきましょう。背中の筋肉を使うイメージで行っていきます。上から下に肘を引くイメージで行ってみてください。はい、OK です。いい調子です。さあ、いける方はこの期間も送り続けます。はい、では次は手を組んで後ろに手を合わせた状態で上に上げていきます。この動きは二の腕のトレーニングになります。リズムを取りながら二の腕を意識して行っていきましょう。拳をできる方は頭の後ろに隠すようなイメージで行っていきます。拳を下ろせば下ろすほどストレッチがかかって二の腕引き締め効果が見込めます。
はい、 OK です。ではここで前半が終了になります。ここからは後半になりますので、また、逆向きでトレーニングを行っていくイメージです。最初は 手を組んで頭の後ろに回して、二の腕のトレーニングから後半は入っていきます。はい、では行きましょう。でこの時に肘があまり広がらないように脇を少し締めるイメージで行ってみてください。はい、OK です。では少し休みましょう。さあ徐々に心拍数が上がってくるかなと思います。しっかりといける方は常に動き続ける意識でバウンドしてください。 OK、 では次は手を上に伸ばしてプルダウンです。上から下です。肘を腰に近づけるイメージで行ってみてください。背中を意識しましょう。背中の筋肉は脇の下についていますので、その部分を意識して行ってみてください。はい、 OK です。さあもう少しですよ。頑張っていきましょう。はい、では次は手を横に上げていきます。バランスボールに手をついていただいて大丈夫です。上げるときは体の真横です。肩を意識して背筋を伸ばして肩を意識していきましょう。もう少し。はい、 OK です。さあ残り2種目です。あと少しなので、ラストスパートをしっかりバウンドを入れながら心拍数を上げていきましょう。はい、では胸の前に手を合わせていきます。胸を意識しながら胸を開くイメージで胸の高さに手を合わせてみてください。おへその高さになってきている方はしっかりと胸の高さまで合わせてみてください。手を叩いても OK です。さあ疲れてくるとだんだん落ちてくるのでしっかりと胸の前ですよ。はい、 OK です。さあではラストはですね、ウォームアップで行った動きをしっかりやっていきます。バウンドを強めてラストスパートをかけていきます。少し休憩を挟みましょう。ではラストスパートいきます。しっかりとバウンドを加えていきます。バランスボールの上でバウンドするようなイメージで行ってみてください。さあ中級編もう少しです。最後のラストスパートです。頑張っていきましょう。しっかりと上に跳ねるイメージで。
はい、OK です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。以上でバランスボール中級編は終了になります。ぜひともまたバランスボール使って、毎日でも構いませんので頑張っていきましょう。では